こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、初心者でも稼げるおすすめの副業、オーストラリアアマゾン輸出。それでサポートを受けた会員さんがね、大体どれぐらいの売り上げを上げてるか、それと、アマゾンっていうのをね、売り上げがどれぐらいガンと伸びるもんかというのについてお話します。まず、こちらがオーストラリアアマゾン成果報告。6月25日にいただいた成果、神奈川県在住のチャットワークサポート受けてる会員さんの、売上43個販売して828ドル。で、その会員さんの売上が3週間後には、3187ドル。で、個数が157個と。3週間で販売個数が3倍。で、売上が4倍になってます。なかなかこの伸びっぷりってのはね、他の物販だと考えにくい。アマゾンの場合、正直、売れてる商品、1商品だけで、月100万円以上儲けてるという方もね、いらっしゃいます。オーストラリアも、今、1商品で100万円ってのはね、なかなかキャパ的に厳しいんですけど、今後オーストラリアアマゾン、売上どんどん増えてきますんで、そうなってくると、ね、1商品で100万円っていうのも、今年の年末か来年には、出てくるなという感じです。で、別な会員さん、福岡在住の個別サポート会員さん。6月25日で、51個販売、915ドル。で、この会員さん、最近ね、2ヶ月後、売上報告いただいたんですけど、106個販売、2283ドル。2ヶ月で販売個数2倍、売上も2倍という形です。だからね、1ヶ月で売上2倍以上っていうのは普通にありますし、やってればね、何しろ、日本の市場とかアメリカと違って、オーストラリアにはね、アマゾンのライバルって強力なライバルがいませんので、ヤフーとか楽天もないしね、ネットショップもほとんど発達してないんで、Amazon が、一人勝ちという形になりますんで、今後ね、今から始めとけば、すごい稼ぎやすい、ただ参加しただけでも稼ぎやすいと。ね、そんな焦んなくてもね、同じことやってら、市場が成長したらそれにつれて、どんどん売上も利益も増えますし、売上も利益も増やすのにね、eBay みたく自分で梱包発送したり出品してるわけじゃないんで、買った商品を送るだけ。買った商品を送るだけですからね、売上10倍になってもどうってことないというのがね、Amazon 輸出の魅力です。で、ちなみに、ね、アメリカ、アマゾン、今からアメリカアマゾン始めても稼げませんけど、もうすでにね、アメリカアマゾン始めてるというか、ね、2年以上前から私のサポートを受けて稼いでる会社さんは未だに稼げてます。で、どれぐらい、アメリカアマゾンの売上が増えるか、ね、増えたか。で、オーストラリアアマゾンもこうなるという参考にね、まず、アメリカの、バーゲンセールというか、ショッピング、シーズンが、ブラックフライデーというところから始まるんですけど、このブラックフライデーの威力、1日で、2つしか売れなくて145ドル、っていう売り上げだった会員さんが、なんと、わずか3週間後、10月25日、10月17日、これブラックフライデー始まる前。で、ブラックフライデー始まりました。11月25日。11個売れて879ドル、ね、売り上げてると。もう、3週間で1日の売り上げが6倍になってるわけですね。これぐらいの、破壊力があるのが Amazon の、魅力です。ですから、先ほど見た会員さんもね、例えば、オーストラリア、アマゾン、ね、オーストラリアバイブ、ボクシングデーというのがありまして、ボクシングデーに、なった暁には、この2000ドルとか、あるいは3000ドルという売り上げが、一気に1万2000ドルとか1万8000ドルになっても、全然おかしくない。で、現に今、ね、7月に売り上げ伸びてますけど、これが、プライムデーというのをやりました。で、プライムデーで売り上げ伸びたと。で、また、年末ボクシングデーに向けて、アマゾンも、会員募集を強化するとかね、キャンペーンやってきますんで、そうなると、
6倍になるか3倍になるか、ね、オーストラリアのその輸送のキャパとかアマゾンのシステムの進み具合によりますけど、何しろ、まあ少なくとも来年になっちゃえばね、今3000ドルできてる会員さんだったら、まあ普通に2万ドルはいくなという感触です。まあ何しろ、やることは単純。で、売れても面倒なことは全部アマゾンがやるんでね、利用者が増えれば増えるだけ売り上げ増えてきます。オーストラリアアマゾンのシステムと、オーストラリアの輸送キャパが充実すれば、しばらくの間はホリデーシーズンが続くような毎日が、毎日ブラックフライデーになることが期待できます。アメリカアマゾン、ね、すでに始めてる2年以上前から始めてる会員さんはちなみにどれぐらい売り上げてるかということなんですけど、まあ、個別サポートを受けて、本業で取り組んでる埼玉県の会員さん、ね、34,400ドル。日本円で約380万ぐらい。で、利益が3割弱なんで、大体120万弱の、毎月収入を、誰を使うこともなく、1日に4時間前後の作業で、マイペースで取り組んで、これだけの売上と利益を上げてます。まあ、他にも大阪の副業で取り組んでる会員さんが2万2157ドル。中国で、アメリカ向けに、販売している会員さんが1万539ドルというような売り上げになってますんでね。まあ、オーストラリアも今以上にというかね、今のアメリカで稼いでる金額以上に本格化すれば稼げる。で、本格化した時に稼げるようにするには、今から参加して、ただ取り組んでるだけがいいと。ね、日本には安い製品がたくさん溢れてますんで、別に何も大変な特別なことをする必要はないです。正しい商品の探し方、それから、アマゾンのシステムに慣れて、アマゾンならではのその注意点、それを、しっかりと認識してね、ただ取り組むだけ。まあ、立ってるだけで勝手に、上に上がっていく、上りエスカレーターに乗るようなものです。